はい。それでは、えー、東海ステークス AJCC の事後調査始めます。はい。その前にニュース見ましょうかえー、っと、ちょっとびっくりですね。フェダブリランテス滑雪。マジか。そうですか。金牌本命でしたけど、ありがとうございました。はい。あとは、なんかありますないね。あとは、その仕上がりとか言ってるだけやね。 わかりました。えー、うん、そんな大したこと書いてませんね。ねえ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 ,ねえ。わかりました。了解です。ありがとうございました。はい。それでは、えー、東海ステークスからいきましょうか。はい。えー、ただ、えー、まだ何も見てないんですいません。えー、もう、リアルタイム考察です。うん。 リアルタイムちょっとよくわからんけど、うん。はい。今から考察します。はい。何も、今、頭白紙の状態ですけど、何言ってましたっけ印。えー、迅速ドラ、あーと、確かあれか、左回りっていうか、中京離八8実績ある、えー、4頭ですか。そうですね。オルマンリバーまで、えーっと、左回りとか1八8とかが強いとか言ってたおまた四頭ですね。はい。えーと、えーと、えー、この舞台、金壁が絡みやすい幼虫炭と、あと何言ったあら えー、ディアダルライですね。それ言ってたね。あ、そうやね。えー、特チューバー、えあ、ー、げてますね。クイーンズ・サタンともに。えー、これが確か、えっ、ー、と、前回言ってましたね。えー、シワス・ステークスで高接席組がいいよ、ちゅうことって。はい。中3週の中山オープンだと1008がいいよ、ちゅうことで言ってたんで。はい。言ってましたね。はい。で、まあ、サンライズの・ノ、え、バー、え相手に、コンマ7なんで、ちょっと真っ白すぎたんで。 でちょっとこの勢いのまま頑張ってください。人気おそらく2、3番人気になるでしょうね。迅速の次ぐらい下手しになるかなと思ってます。はい。で、えっと、ドラゴンバローズ以下の印はまた本チャンで枠順決まり次第、あるいはペース多少、多少ですかね。気持ち読んで決めます。はい。で、 前回チラッと言うたのがクイーンズ・サターンねこの馬は前走4着やったんですけどこの馬の次このここで買うポイントといたしましてはこの馬は中京戦8の舞台基本向かなそうなんですけど逆に東京戦6の舞台マッチするってことで。 で、えーね、チャンピオンズカップで言いました、えー、ゴールドドリーム、コトンリッキー来た、えー、去年の、えー、スピード決着ですね。いわゆるスローからのスピード決着。はい。そうなってくると、この馬に部が合うんで、えー、この舞台で、もし1000メートルね、1分2秒3秒くらいかかるね、えー、超スローな展開が見えたら、この馬を押します。はい。基本は、えー、ある程度流れて、えー、タフなレースになると思っとるんで、クイーンズ・サタンは基本抜いて考えてますけど。うん。万が一、えー、ここね、 えー、極端に、えー、スローの展開、枠順とかね、あえー、見て、えー、極端なスローなっちゃうなら、なっちゃうなら、なっちゃうなら、3回目だ。えー、クイーンズサターンを押します。はい。安んうわ、池添さんか。これはまた、またどうした。おー、なるほど。西の舞台に、 池添さんか、ちょっと面白いことしてきたね。誰乗るんかなと思ってて、暗示情報全然見てなかったんですけど、そうか。池添さんか、前奏積もってて。それもね、確か KT さんが乗ってたよね、東京でね。うん、うん、うん、うん。これは、えー、あーあるかもしれないか。うーん、ちょっと怖いね。うーん、代打、池添。うん、これは非常に怖い。これは怖いわ。何者でもない。怖いの何者でもない。怖い以外の何者で,でもない。うん、4回言うとこうはい。 で、えー、他は一緒ですかドラゴンバラザワダ和田竜さん、あ、帰ってきた、お帰り和田竜さん、ついにお帰りですかそうですね。まあ、このまま、えー、ね、話を追ってたんで、それまでね、和田竜さんでね。いいでしょうね。うん。これはプラスだと思ってますね。はい、前奏が1番人気、ね、えー、さすがにね、シルステークス2着ってこともあって、そのままにオープンか、オープンじゃ上京戦か買ってるってこともあって、1番人気押されましたけど、 アンジョヒッシーさんってことでチェッティしました。てか、サそモもそも、えー、スタートから11番手だったんで、出来が、えー、よろしゅうなかったんか、まあ、休み明けでよろしゅうなかったんか、えー、馬が、あれ いつもと安城ちゃんをね、これ誰や、誰やねんお前って言ってる間にレースが終わってもうたんかどっちかです。ありがとうございました。はい。うん。うん、休み明けにそめ、えー、おかえり和田龍さんって多分うまんもね、おうおおおと思っとるんで感動してますわ。うん、俺も感動した。うん。ということで、まあまあ、これの印はいいんちゃいます。サルサディオーネは確か左回り18だけピョンって走るんで、うん、今回も買おうかなと思ってます。はい。これ以上です。言うことありません、このまま。はい。えー、4番手、オールマンリッバー。こちら誰にいますかおっと、ケイティかここで藤岡か、ケイティか。うわ。 うわー、ここか、来たな中京校舎、不熟化、KT さん。うん、これは怖いね。うん、これも怖いね。人気出えへんならかい,いかなただよ。それまでな、結構人気で出たんでね、このも強かったんでね、ある程度ね。うん。そっかそっか、これは人気出るやろうね。うーん、まじか、とさっき KT から不熟化、KT か、出たな、これ。KT リレーか。 はいや、これ KTD でいわゆる、いわゆる KTD か、しかも東京のね、強い KT さんから、風中京強い KT さん。これも熱いね。なるほど。結構、えー、今回面白いですね。まあ、えー、来るかどうかは別として、うん、予想しがいがある、えー、なんか、機種になってます。ありがとうございます。はい。まあ、こんなもんにしときましょうか。アタスカのロマンがダサイさん乗り戻しか、久しぶりやね。うーん。 まあ、オダリュさんも乗らんと言っててね、結構アスカンナルマンファンは言うとったんでね、はい。ダダイさんに戻してくれてずっと言ってたんで、念願の乗り戻しですね。はい。まあまあいいんじゃないですか。はい。あと、誰かおるか。おらんやろ。ローズプリンスダムとか、ちょっともうハマらんかな。モルトベーネがちょっとわからん。このままわからん。ちょっとわかりません。すいません。また本チャンネル考えます。あとは誰がいます かかかならもいつ走るわかかんましなあ最近の鑑定士じはね、くだれこれ。あ、シャイニーか。シャイニーな。あシャイニーか。うん、これはシャイニーやわ。うん、これはシャイニーしてる。うん、俺もシャイニーかどうかわからへん。うん、何言ってるかわからへん、これ。うん、ちょっとわからん。シャイニー来たらもうすいませんかな。中谷三重勝で果てないしな。やめとこはい。ゴールデンバローズね、えー、堀さんのとこですけども、も もうなんでここ連れてきたんっていうぐらい。どうしたどうしたんですかすいません。ほんまにどうしたんですかえー、ゴールデンバーラーズもう旬過ぎてそうなんで、はい。東京線6走れ時点でもうダメだと思ってますけど。うん。まあすでにね、堀さんがね、えー、松山さん連れてくる時点で間違えてるんです。すいません。堀さんは最強外事乗せてくださいって私何回も言ってるんですけど。はい。ここはもう試しでしょ。うん、お試し馬券でしょうね。はい。まあ松山さん、それで中級やった松山さんか。まあまあ、それでいいんじゃないですか。日曜日あれですよね。 え、何でしたっけえー、AJCC かと被るから最強外人がおらんのですよね。その関係ですね、これね。わかりました。ありがとうございました。すいません。それやったら土曜日に東海ステークスやってください。なんでこれは日曜日に2つやるんですかはい、以上です。文句以上です。ほんまにこれ、土曜日にやれた話じゃねえっね。はい。では日曜日。 えー、もう一個行きましょう。AJCC ですね。はい。東海ステークスで多分馬券がチッティした後の予想となっております。以上です。はい。えー、こちら超イージーにエアケ系の裁判がいいよっていうことで、ミッキースワロー、レジェンドセルラー、ダンビライトを押さえときました。はい。あと、ゴールドアクターは個人的にもう嫌ですって言ったんで、はい。えー、もうね。 まあ、えー、春過ぎてんのも1個。はい。で、7ヶ月、休み過ぎすぎ何が1個。えー、だからその日に引き連れて、調教がやはりちょっとまだ動けてない。えー、1個。はい、えー。で、さっき言いました、年齢、はい。年齢取ったらずぶくなると思いますけど、えー、このも、えー、相当ずぶいらしいですもんうん、厳しいです。はい、かなりずぶなってるらしいんで、えー、あんまり評価よろしくないんでやめときましょう。えー、買い時は、えー、ここ叩いて、大阪杯も使おうかな。その後の宝塚記念ですね。そこら狙おうかなと思ってます。 モン、はい、ちゃん、ここあんまり言ことないんですよね。頭数少ないし、かといってこの3点からあんま重動き広げたくないんで、基本この3頭から買おうと思ってるんですけど。はい。特に言うことないです。案、え、上、ー、も情報通り横乗りさん、えー、最強外人2人なんで、えー、悪くないですね。はい。もうレジェンドステラーとミッキーサーローぐらいがええんちゃうかな。はい。あっ あとは、えー、ダンビュライトですね。まあこの舞台ね、もう素直に東が強いってことで東に東から押さえといて、ダンビュライトだけ西ってことで、まあこのままが予想してどうのこうのとかじゃないんですけど。はい。ちょっと気がかりなのが、まあゴールドアクター にも言えることなんですけどダンビュライトね、えー、この舞台、中山の中距離ってあれですよ、2000以上になってくると2200、2500が基本になってくるんですけど、えー、いわゆる、えー、前回、自転調査でちらっと言いました、えー、この非根幹距離ですね。はい、えー、ゴールドアクターね、中山、えー、2200、2500、めっぽう強いですよね。うんで、えー、言うたら、えー、根幹距離中というたら162000、2400、えー。24 基本まあ400の倍数になるわけなんですけど、えー、一応ね馬のリズム的にはやっぱりね 400m 刻みがやっぱ、えー、向くみたいでありましてリ,リズム的にで非根幹距離、えー、昔で言うたらちょっと2200校舎とかまあルージュバックとかね、えー、2200とか1008強かったですよねあとはラキシスとかですね2200ね 新潟でも来るんかっちゅうか2200だ、あの馬。うん。やっぱり他の馬たちと、えー、ラップ、えー、配分、えー、好きな配分があるみたいですね。で、それ考えるとね、ダンビュライトがね、ちょっと気になった一頭で、一応黒三角押さえてますけど、ラケオンサイで、まあまあ強いんですけど、うん。この馬見てると、えーっとね、まあ2400はちょっと長いにして、 長いっていうか、2004年も別に適性悪くないんですけど。うん。見てる限りね、ベストはね、ざっくり見た感じ。ま、あ16走れてたように、16、2000。うん。いわゆる根幹距離がベストかなーっていう感じするんで。まあ、木更木賞とーバーだったん、ね、で、ちょっと度外視として。うん。前奏、えー、ぴったりハマった感見るとね、2000、しゅぱーんって来とったんで。 うん、2200はね、長いとかじゃないんですよね。走るなら2000か2400。いわゆる根幹距離が向いてる走り方してんちゃうかな。ここら辺も個人の感覚なんですけどね。それ馬に聞かかわかりませんけど、馬に聞いたところでね、うん、多分答えてくれないんで、うん、ひひん言ってるだけなんで。うん。見てる限り2400、2000がベスト。2400が長いっちゅうこともないですわ。えー、神戸新聞杯見ましたけど、これまあちょっと長いって意見もありましたけど、うん。 長さの問題じゃなかったね。えー、前目で粘って、よく粘ったなっていうぐらいの競馬やったんで、2、え、0、ー、よく億合ってたと思うんですよね。はい。さすがにね、えー、ね、後の、えな、ー、んでした、ジャパンカップ、2着馬ですかレイディオロ。で、喫下商売の奇跡でしょう。はい。で、里ナさんも今度は確かどっか買ってたんちゃうかったっけちゃうかったかな。あー、ちゃうかってないな。里奈奈さん。あ、里奈さんの今度はあれか、喫下ただけか。うん。まあ、上位二と考えると、よく前で頑張ったなーって思いうやったんで、うん。 これ考えると特に2500悪いと思ってないんですけど、2200はちょっと初めてのだけにね、ちょっと気になりますね。2200でパタッとこけるも、まあ、結構こけるんでね、まあ中京とか特にそうなんですけど、うんちょっと前奏の内容を見てる限り、2200がベストかなょって走り方しとったんで、はい、ちょっと気になる一です。はい。まあ、それに比べるとミッキー・スワローね、2200は合ってますし、はい。 で、福島も1008ね、非根幹距離の3着。ま、あこれ評価しての、仲間福島リンク説もあって、えー、ここで本命打ったんですけど。うん。やっぱりこの変則的な競馬が強いんで、それ考えると、この2着のレジェンスセラーもね、京都22、変則距離、えー、経験してますんで、函館2600ね、これもちょっとイージーな、イージーちゃう、エ、えー、レギュラーですかはい。非根幹距離なんで、ここら辺、えー、成績いいとこ見ると、うん。 まあ、2000円もこなせんことん、ないんですけど、えー、逆に、逆にっていうか、2000、逆にじゃないですね。2200、2600、えー、こなせてるとこを見ると、えー、非根幹距離は問題ないんかな、で、唯一経験、まあ、キサラ更ショーで一回経験しますけど、えー、経験少ないダンビライト。うん、ちょっと、一枚落とそうかなと思ってます。まあ、買うっちゃ買うんですけど、はい。買うなら、ミッキーサローレジェンドスラーからかな、と思ってますね。はい。 あとは特にないですね。うん、あとちょっともうこの紐ら辺分かりません、正直。正直分かりませんわ。うん。C っていうなら、小南バッハぐらいはそろそろもう一回帰って、 たろうかなと思ってるんですけど毎毎回回来なないいねねこれ毎回前線続けて来ない、ね、う,ーんどうでしょうアンジョケイティさん。前もケイティさんでなんか4着やったね、これ。どこやったっけどっか4着やったぞ、お前。おったね、これ。テレビオープンなんて4着。距、ま、離、あ、短かったんかな。はい、もう一回ちょっとチャンスあったら、目つけますわー。バッハさんね。うん。捨てご。ちょっと今、冬開催。えー、もう。 実質、何週目 ?7 週目あ、8週目か最終週か今。あ、最終週か次。かうん。うん。そろそろ、外出し決まってきてるばばやし。もう十分外出しなんで。それで考えると、そろそろ、買い目はあるんかなと思ってますね。うんうん。まあ、2200で実績ないんですけどね。AGC、昔に3着ぐらいですかうん。 まあ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 、最近の競馬見てるとまたね、上がり使えてきて安定してきとるんで、最近結構すごいですね、こっから。えー、ダービー協からですけど、ちょっとミューアクランドコも、舞台回して、全部上がり3位ないと。うん。上がりは使えとるんでね。はい。ノルコはそこまで思いっきり取れたよないと思ってるんで、こう、ケイティさん、えー、今年調子、ケイティさんならね、仲間もう一発なんか変なことしてくんちゃうかなと思ってます。はい、以上です。はい。 で、えー、ここでプラスもう一個ですね。えーと、ジャニグの受け場で紹介しました。毎回紹介します。副賞生活ですね。はい。候補一等って言ってって、えー、土曜日ですね、とりあえず。日曜日ちょっと今回またスルー、スルーっていうか、えー、ここのでの紹介スルーします。で、えー、土曜日ね、厚田特別やーちゅうてって。はい、見ました。楽しみにしました。誰乗るんかなーと思って、ドキドキしてて、ワクワクしてたんですけど、はい。等数17等と。はい。 どこ行ったんかなぁと思って、誰に乗ってるんかなーと思って見たんですけど、えー、確か星マーク売ってました。マイネル・ザーバーさんですね。はい、どこおるんかなーと思って、あれ、ゴードンさんもおるんかなーと思って、ゴードンさんね、前走ね、えー、ザ,ザーバーさんを、えーえー、無理やり落とし入れた、ゴードンさんね、えー、ああいう順なんでね、あオーナーと、ああ、れへんわーと思って、ああ、よかった、ゴードンさんおれへんわ今回、煽ってくれすおれへんわラッキーと思ったらね、まさかのマイネル・ザーバーもいません。なんで <laughs> おーいおーいザーバーザーバーかおーいマイネルさんマイネルさんなんで折れへんのすいませんおー、折れへんやんけマイネル違いのマイネルツイーさんおんねんけど。すいません。マイネルザーバーさんっていませんか出ません出ないですかあ ばー出ると思ってたんですけど、出ません。ゴードンさんと一緒に休憩。そうですか。おかしいな。おかしいなーえー、情報を見に行ったんやけどね。えー、先週登録除外されて、今週に向けて軽めの調整してます。今週出させるため頑張ってます。みたいな書いてあるんですけど、コメント。すみません。どこ行ったんですかあなた。 はい、ということで、えー、やっ真っ白にして、えー、じゃあ他のレース、中京、なんか縛るかなと思って、まあ、日曜日ちょっと一旦スルーして、土曜日の場を見てからにしましょうと思って、で、土曜日、 決め打ちしようと思って、うん、えー、3歳未処理品馬戦、ん、1頭決めづらいなぁと思って、じゃあどうしようかなぁと思って、1004? うん、1004? 確かに面白いなぁと、どう ?1004 かと思ったんですけど、すみません、もう一回早特別戻ります。はい、以上です。2000がね、えー、個人的に好きや中ちゅて思ったんで、はい、2000でじゃあどのマしましょうかと思って、ちょっと、えー、前奏の、えー、マイネルザー,オーバーより予想、ちょっとレベル落ちますけど、えー、まあ、 逆にですねここ、えー、逆に前置き言うと、リリー・モントルとか人気出そうなんで、はい、リリー・モントル、全そう中京3着、ねはい、ここら辺多分人気出ますんで、前奏も上がり使って2着と、でアインザッツにコンマ0、えー、その前もマテノ・ゴースにコンマ0、えー、競ってますんで、えー、おそらく中級2点の適性考えても、えー、このまま人気出ますと。 はい。多分この馬たちが人気吸い取ってくれます。で、えー、この馬絡んでもおかしくないんですけど、えー、ここ中一周、ちょっと最近使い詰めで、もしかしたらポーカーする可能性ある。あるいは、安城がここ、芝山さんですわ。乗り換わりですね。うん。前走ね、池添さん乗ってました。ここ、京都やから話をとってます。はい。前前走えー、中京日戦、えー、安上高倉さん、高倉さん、中京全体成績あんまり良しないですけど、一応、フラガラハトウトね、中京、えー、そこまで悪い成績じゃないんで、うん。それで考えると、来てもおかしくなかったと考えると、えー、今回、ハてなですよね。 中1仲一周で安城柴山さんですよこれははてなやろ中京で柴山さんやで、ね、俺かえて中山と思ってるんでこの方はいこれははてな乗り換わりやしこれはね癖つかめてない、ね、中京プラス、えー、この、えー、リリー・モントルの癖すらつかめてない柴山さんがここでもう一回、えー、カムバックしてくると私は思ってませんうん人気データ飛んでくださいと思ってるんでこれ考えると今回、えー、チャンスあるかなとはい で、他にも人気出る馬いますわ。えー、っと、おそらくアードマヤローザー多分人気出ます。はい。ここ多分人気出ますわ。安城・藤岡ケけティさん、中京校舎はいいんです。 前走、はい、までね、上がり使って、上がり使って、前線続き、それまで人気もありますし、前線続き、はいあるんですけど、えー、確かに他の舞台で、えー、実績ね、ね惜しい競馬続いてますけど、えー、ここ、安城藤岡刑事さんだけで買うか、あるいは中京2000のね、えー、まとまる実績ないので、いきなりこんなね、人気、えー、今、掲示板見てきましたけど、予想図、なんと1.8倍単勝出てました、ありえないです。うん ありえないです。いや、来るかは知りませんけど、その図で買う。ありえないです私、うん。個人的にこう1.8倍で買うか。ありえないです。うん。間違いなくありえないですこれ。怖いです、これ。めちゃくちゃ怖いですよ。この成績で、中京の初の2000、いくら安城か、中京校者の KT さんやから、1.8倍。まあ、仮にもうちょっと予想図なんでなくまでも。仮に2.3倍ぐらい落ち着きました。買わないです、私。それで副賞行ってまり。絶対買わないです。副賞1.3倍ぐらいでしょう。買わないです、私。そんな、怖いです、そんな。 怖いわ、ね、そんなもん。ということで、えー、この人気馬たちが飛んだ時に美味しい。あるいは、この人気二頭が来たとしても、もう一頭座れるリスあるんちゃうかなと思ってるんで、一応この馬、えー、注目しておきましょう。はい。えー、いろいろ考えて、とりあえず無難。 無難ですね。はい。そんな理由ないんですけど、アウステロリッツですね。このままで、えー、勝負したいなと思ってます。一応金額は、えー、前回4万ちょっと返ってきたんで、今回ちょっとすいません。キャッシュバック一部させてもらって2万5千円ぐらいで勝負しようかなと思ってます。2万5千円から2万円から3万円の間で考えてます。はい。 ということで、このままでいきたいと思います。えー、安城佐藤智則さん、誰ですかってことなんですけど、まあ一応地方の、えー、河西京だったかなえー、どっかの地方から来た騎士なんですけど、まあ最近ね、中距離ちょこちょこ見ます。で、中距離でね、えー、 てる実績も去年一発あったんで、うん、中京そろそろコツ、えー、つかんできたんかなと思ってる奇襲で注目してます。で、えー、アウストロリッツの、えー、成績見るとですね、やはりね、えー、やっぱり注目すべきは前走ですよね。はい、もうシンプルですね。もう考えることありません。えー、先ほど言いました、リリー・モントル、えー、と、えー、設定4着やったんですけど、はい。まあ、ここでね、えー、負けた相手。 でえー、マッテンロー・ゴースト、えー、この馬、中京講師ですね。はい、まあ、この馬に負けた。あるいは2着のキャリアベストも、えー、一応それまで、えー、人気出てましたし、はい、ね、マッテンロー・ゴーストの前にちゃんと中京2000で2着やったんで、でそれまで仲間2000で2着と、えー、結構ね、実績あった馬なんで、まあ、子どたちに負けてもしゃあないと。 で、まあ、キャレベスト、その後ね、えー、前走えー、コール奏も私、馬券取った時で負けましたけど、これは前も、前も、前も言いましたね。中京2000で走ったかって2200走れるとかけないよってことで、前走は度外視です。はい。まあ、それ考えると、それまで、えー、強かったと。はい。この前に負けただけ。で、3着のリリー・モントルと、え差し差し勝負で負けました。で、リリー・モントルの方が、えー、芝、確かに外の目が良かった、えー、バ馬場に対して、内々通っての3着。確かにリリー・モントルの方がね、収穫は、 収穫っていうかレベル高かったように見えますけど、えー、先ほども見ました、ここ、安城柴山さん。うん。で、えー、最近使い攻めの中、中一周で、安城柴山さん、私はノーですね。はい、ここノーです。はい、あれは高倉さんのファインプレイヤーと思ってます、中京に。まだ実績ある。はい。それ考えると、えー、同じクビ、えー、ほぼ変わらんクビッサのアウストリッツでシンプルにいきたいと思います。はい。5着、6着に人気場のアダムヤスター、エルビン・カズマに勝ってるとこ見ると、まだ力はあったんで、 天、えー、ロゴーストから花々首差のコンマゼロ差なんて、はい、このまま買ってもおかしくなかった能力はあったと思ってますはいでえー、アウステロリッツさんなんですけどまあここねえー、まあ前前走の休み明けの分でポカしたんですけどえー、客室ね、えー、前走差し そ、えー、して4着だったんですけどこれ結構収穫あったなと思ってますねそれまでねこのまま、えー、中京2 0 0 1回惨敗してるんですけど、えーまあ、それまでね、えー、前目運んで、えー、勝つ競馬が続いてたんですけどうんで、えー、5ヶ月半、まあ、これ休み明けもあったんでね前行っていつも通りの競馬して失速したの関係ないと関係ないって言ったらあれですけど、はい、で前走ね1回使った後やったんで状態まあ悪くなかったんで とただですね、えー、その休み明けの中でも前奏ね、情報を聞いてる限りね、そこまでできない、よろしくうなかったらしいんで、うん、それでも読んじゃうかと。で、ここ、えー、わざわざ、えー、まあ、宗教もてきたんですけど、 え、またね、これ佐藤さん乗してくるってことは、やはり乗り慣れてる機種乗してくるのはプラスやと思ってますね。あ前走馬そんな出来、えー、そんなまともに卸しよろしゅうなかったのに、え佐藤さんで4着ですよ。これ今回、学習者佐藤さんで、馬の出来がね、もう1段階プラスされとったら間違いなく買いでしょうね。はい。で、摩天楼ゴーストが、えー、 この後もうね、えー、いきなりもう日曜日の、はい、次のステップアップですね、はい。同じ2000でもうマテンロゴースト登録しますわ、うん。もう、もう、もうこれ考えると今ですわ。もうマテンロゴースト買うかは別にして、マテンロゴースト、この1000万上がりで人気出るマテンゴールドゴースト、日曜日のこれ買うやったらその前にアウストリッツでしょうと思ってるんですけど、私だけですか。はい。えー キャリアベストベスとしてリリー・モントルが、えー、結局この後、えー、さっき言った通り、えー、舞台ちゃいますけど京都で実施ありれますんでアインザッツにコンマゼルなんで、まあ、リリー・モントルと、えー、ほぼ同じね、えー、首差のこの同じラインでリリー・モントルがこの後ねまた500万グラスで、えー、またコンマゼルで負けたとこ見ると、うん、アウストリッツもフロックじゃなかった4着かなと思ってますはいちなみにアドマイアスターとか以下はもうダメなんですか前走走りました あ、走ってますけど、舞台がちゃうんで、どがいしていいすすいません、ありがとうございました。はい。超維持です。はい。マテンロゴーストに、えー、00差。はい。で、リリー・モントルより、えー、条件がいいと。条件がいいというより、むしろ、リリー・モントルの条件が悪いと考えてくれた方がいいですね。はい。アウストリッツは別に条件が、えー、良くなったとは言うてないんで、まあ、状態が良くなったと見てるだけなんでね、勝手に。はい。 逆に何も変わらない。安城佐藤智之さんですし、変わらないってことで。はい。中4週ってのもええと思いますわ。前走もね。結局、まあ1回使ってるのは当たるってたんですけど、結局ここもね、1ヶ月ちょっとですか。1ヶ月半ぐらい空けとるんでね。それを考えたら中4週で叩き3走目って考えたらええと思います。はい。で、それまでもね、一応3歳の時なんですけど、一応1番人気とかね、3番人気一時されてましたし、やはりもともと能力高かったものなんで、えー、ぶっちゃけて言うとやっぱ前走が、えもうなめられすぎましたね。11番人気っていうのが失礼だったと思いますわ。今回 ある程度、ね、34番5番人気6番人気ぐらいになりますけどうんここでね人気出たから嫌う必要ないと思います、えー、56番人気でも十分副賞買うもみあると思っとるんではいまあ他にね正直ね中京離にしてねドハマりする馬がおらんのですよねほんまにチャンスだと思ってますわうん、C っていうならマイネルツイールかなと思ったんですね前、えー、去年この舞台高級前に買っとる舞台のやつはラクツタ特別はい買っとるんですけど ちょっと最近の惨敗プリ見ると、えー、中京ね、えー、500万買った後もね、えー、1000万、ね、同じ舞台、まあ、一1回負けただけなんですけど、それにしてもね、ちょっとね、あまりにも負けすぎとるんで、ちょっとこれ考えると今回ね、安定して買えるかっちゅうと思うんですね。副賞1点張りで買えるかっちゅうと思うんですね。はい。 あ、これ考えると、リーモントル、えー、あるいは、えー、人気出そうな何でしたっけアドマイエローダか。うん、この糸が、えー、馬券からの人ももう一頭座りすがあるし、この糸がほんまに正直、特にアルマイエローダはほんまに正直、えー、あの人気で買えるかって言ったら私ノーなんで、まあ、来たら、あそうですかと思いますけど、人気通りかと思いますけど。うん。そうですね、マサのペンダント、ちゃうは誰やったっけ誰かもう一頭ったね。誰か他、あ、マサの方か。 の邪魔さの方も人気出そうですね。はい。このも人気出そうやね。うん。出るけど、横山たけしさんで私買いますかって言ったらノーですね。うん。ノーやな、うん。うん。ちょっと今回入る価値あると思ってます。はい。ということで、今回の一応注目はですね、暫定ですけど、枠順とか決まり次第また紹介します。アウストリッツでいきます。 はい、えー、他の者たちは不安あるけど逆にこのま,まは不安ないっていうことで紹介しておきます一応調教を見てる限り、えー、前回と同じぐらいの、えー、調教しとるんであとはまあ状態面が前回より上向いてると私は妄想しておりますはいということで事後、えー、調査は以上で終わりますご清聴ありがとうございました